コンスタンティン・ビルヘルム・ランベルト・グロージャーは、ドイツの動物学者、鳥類学者、プロイセン王国、シレジア、グラウトカを生まれ、ベルリンで死去した。ツバメとアマツバメの構造的な違いを最初に認識した人物であり、人工のコウモリの箱を最初に設置した人物である。今日グロージャーの法則として知られるものの素である。この法則は暖かく湿潤な生息地に住んでいる。 動物種で、濃い色素が増加することを述べている。この理論を、ダス・アバンダン・デア・フホーゲル・ディー・ヒアインフルス・でクリーマースで、提唱した。このパターンが実際に生じる正確な理由は未まだ、不明であるが、鳥類においては濃い色の羽が、暖かく湿潤な地域で活動が活発な、羽毛分解細菌に対する保護をしているということが、提案されている。他の研究には、 ジェメナーナッツセージズハンド、ウンとヒルフスボッチデアネイチャージェシークトがある。ありがとうございます。